はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、楽天ペイが新たにキャンペーンを開始したので、そちらについてお伝えしていこうかなと思います。はい、それでは早速お伝えしていきたいと思うんですが、まずこちらのキャンペーンですね。このキャンペーンを受けるためには必ずエントリーが必要となるので、ここのエントリーというところを押していただくと、このエントリー済みに切り替わります。で、そのリンクがわからなければ僕の概要欄にリンク貼ってますので、ご確認をお願いいたします。そしてキャンペーンの期間なんですけども、もうすでに始まっていまして、2019年の5月の7日火曜日から2019年の6月の3日の月曜日までとなっております。キャンペーンの詳細なんですが、まずそのキャンペーン開催中の対象店舗であれば、楽天ペイのアプリでご利用金額分に対して 10% の、楽天のスーパーポイントをプレゼントされるということで、で、これについては、ポイントはその期間限定ポイントとしてプレゼント扱いをされるということと、楽天ペイアプリでお支払い後に楽天ペイアプリで表示される獲得予定ポイントには本キャンペーンというのがプレゼントするポイントとしては反映されないのでお気をつけくださいということですね。それでは次なんですけども、キャンペーンの参加のステップなんですが、これめちゃめちゃ簡単です。先ほどステップ1というのがキャンペーンのまずエントリーをする。で、ステップ2が期間中に対象店舗でまず楽天ペイアプリでお支払いをすると。で、ステップ3がキャンペーンの開催期間後に楽天スーパーポイントが申請されるという感じなので、もうただ単にエントリーをして、それで対象店舗でお支払いをするということですね。これであればポイントがもらえるという流れになっております。そしてポイントの申請なんですが、2019年の7月の末日頃ということなんですけども、多分忘れた頃にはやってくるということですね。そして上限なんですが、1人当たりが1000ポイントということになってるので、他社と比べるとちょっと気持ち少ないかなとは思います。そして今回のキャンペーンとなる対象店舗なんですけども、使えるお店はざっとこんな感じですね。全国的に見ると多分このケーズ電機かなとは思うんですけども、比較的使えるお店は少ないとは思うんですけども、一つ目立つところっていうのが福岡が多い印象があると思うんですよね。よく見るとキャナルシティであったりとかマリノワシティ、コノハモールとかリバーウォークとか、これ全部福岡のお店なんですけども、ちょっとこれ理由があるかなと思うんですが、以前動画にもお伝えしたいんですけども、よくこの福岡っていうのは福岡市がすごいキャッシュレスをとにかく推進してるんですよね。ほとんどの PayPay とか LINEPay はもちろん、WeChatPay とか Alipay とかかなり普及してるので、海外からお客さんをかなり、ターゲットにしてる傾向はあるので、やっぱ福岡っていうのはかなりキャッシュレスを推してるのではないのかなというふうには思います。はい、ということで今回の楽天ペイのキャンペーンいかがだったでしょうか。ちょっと使える店舗は少ないですけども、ぜひ使えるお店があれば使ってみるのもいいのではないのかなと思います。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。